きましたね。私がこの場に、冗談ですよ。ダーカーが大量に現れる場所に、は、ならばきっと。行きましょう。ご挨拶ですね。しかし、しかもその上、ああ、それより市街地中心ええ、あそこは今かのダーカーが群れて、あの、そうかもしれません。以前スフィアアリーナに歌を流しておけば、歌、何とも指摘と。わかりました。そちらのあなたたちは、恩に来ます、六号機。いえいえ、あなたには、
て。大丈夫です。歌が聞こえているうちはあいつは動きません。それともう一つ、当事者のお二人には伝えておきたいお話があります。謎の暴走竜がどんどんと数を増し、かのハドレットが暴走した。そのいえ、説明は不要です。六望金庫をカスラ、私は知っている。いえ、聞いたことがある。覚えている。研究室の崩壊、ハドレットの暴走、非人道的な、そんなことはどうでもいい。ハドレットが、あいつが私を守るために己の身を捨てたということを。そうですか。では奮戦を期待していますよ。行きましょう。ハドレットが待っています。Emergency Code Distraction。 これでどうだ。
ドレッド。苦しそうな声、正直もう聞いていられません。だけど最後に教えなさい。研究室で一体どんなことが行われようとしていたのか。始末屋として不適合者の私に次はどんな任務が課されようとしていたのか。うん、そうじゃないわね。それだけじゃあんたは怒らない。だから答えなさい、ハドレット。私は何をされそうだったの。あんたはどこまでも秘密主義で身勝手でバカな子。逃がしたという表現の方が正しいでしょうけど、でも安心してください。取り逃がすつもりはありませんよ。始末屋が標的を取り逃がしたりしたらまたあいつに余計な心配をされてしまいますから。